番組制作の潮流を変えるナンバーアンダーライン愛とウエストの共演が描く未来ナンバーアンダーライン愛の富士がテレビ初披露ナンバーアンダーライン愛の舞台への初出演がファンたちにとって待ち望まれる出来事となりましたかつてキングプリンスの一員であった平野翔さん、神宮寺優太さん、岸裕太さんが結成したグループナンバーアンダーライン愛が 4月12日、金曜日の夜、テレビ朝日の音楽番組、ミュージックステーションに初めて登場します。彼らは、自身のデビューシングルである g o トを披露する予定であり、さらに同シングルのカップリング曲である富士も初めてテレビで披露します。この番組は2時間にわたるスペシャル版であり、多くのファンがその放送を待ちわびています。 キングプリンスから独立し、新しい道を歩むことを決意した3人にとって、この出演は新たな一歩です。彼らはスマイルアップ旧ジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明さんが率いる新会社トベでグループを結成しました。そして、ついに彼らの努力が実を結び、テレビ画面に姿を現すこととなりました。 今回のミュージックステーション2時間 SP には、日優やミセス、グリーンアップル、リサさんなど多くのアーティストが出演します。そして、彼らの共演者には、ナンバーアンダーライン愛と信仰のあるウエスト、やトゥエンティエスセンチュリーも名を連ねています。この共演について、ファンたちは喜びを隠せません。 特に、ウエストとの親密な関係が垣間見える彼らの姿には、期待と興奮が高まります。また、トニセンの井ノ原さんとの交流も楽しみなポイントの一つです。しかし、番組への期待だけでなく、テレビ局が様々な事務所のアーティストを積極的に招待することに対する希望もあります。これまでのように、特定の事務所のタレントだけでなく、 異なるバックグラウンドを持つアーティストたちが共演する機会が増えれば、音楽業界はより豊かなものとなるでしょう。また、彼らの出演が M ステという番組にとっても意義深いものとなることは間違いありません。これは、旧ジャニーズとのつながりが強い番組であり、彼らが番組に登場することで、新たな流れが生まれる可能性があります。ファンたちは、 今後の番組での彼らのパフォーマンスや新たな展開に期待と興奮を募らせています。特に富士の初披露がどのような形で行われるのか、それに伴う彼らの表情や演出に注目が集まっています。最後に、金プリという過去の栄光にとらわれることなく、彼らの新たな挑戦を応援することが大切です。彼らは過去の自分たちとは異なる、 新しいアーティストとして輝いています。そして彼らが今後どのような成長を遂げていくのか、ファンたちは彼らの未来に期待と支援を送り続けるでしょう。この番組をきっかけに彼らの才能がより多くの人々に認められ、音楽シーンに新たな風が吹き始めることを願ってやみません。彼らの成功は彼ら自身だけでなく多くのファンにとっても喜びであり、 勇気の源となることでしょう。さて、あなたはこの番組でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスにどのような期待を寄せていますか彼らの新たなチャレンジに対するあなたの思いや彼らのこれからの活躍についてどんな思いがありますかぜひ、あなたの意見や感想をシェアしてください。ナンバーアンダーラインアイがミュージックステーションに初出演するという興奮が ファンの心をワクワクさせている。この番組では、彼らが大ヒット中のデビュー曲、ゴートを披露するだけでなく、同名シングルのカップリング曲、富士も初めてテレビで披露される予定だ。数々のファンからの期待の中、元金プリの3人、つまり平野翔さん、神宮寺裕太さん、岸裕太さんによって結成されたナンバーアンダーライン愛が、待望の初出演を果たす。 彼らはキングプリンスを脱退し、新たな一歩を踏み出した。そして、この出演は彼らにとって新たなスタートを切る大きな機会となるだろう。これまでのキンプリの活動から、彼らの才能と人気は広く知られている。しかし、今回の番組では、彼らがどのようなパフォーマンスを披露するのか、ファンや視聴者たちの期待が高まっている。特に、 富士の初披露には多くの人々が興奮していることだろう。さらに、今回のミュージックステーション2時間 SP には他にも日遊やミセス、グリーンアップル、リサさんなど多彩なアーティストが出演する予定だ。また、ナンバーアンダーライン愛の3人とウエスト、トゥエンティスセンチュリーの共演も楽しみの一つだ。 彼らが親しい関係であることから、ファンは彼らの共演について様々な期待を寄せている。番組に対する期待だけでなく、テレビ局の姿勢についても注目されている。最近では、異なる芸能事務所のタレントたちが同じ番組に出演することが増えてきた。これにより、ファンたちは自分たちのお気に入りのアーティストが異なる背景や経歴を持つ人々と共演する。 様子を楽しむことができる。しかし、番組に対する期待と同時に、ファンや視聴者たちは番組制作側に対しても期待を寄せている。彼らは公平かつオープンな態度で、様々なアーティストにチャンスを与えることを望んでいる。特定の事務所やグループに偏った扱いではなく、実力を持ったアーティストが番組に出演できるようにすることが求められている。 最後に、ファンたちは番組の興奮だけでなく、彼らの愛するアーティストたちがステージで輝く姿に期待している。彼らのパフォーマンスがどのようなものになるか、そして視聴者たちにどんな感動を与えるか、それが待ち遠しい。この興奮に包まれた、ミュージックステーションの2時間 SP。視聴者たちは、新たな才能と魅力が織りなすステージに期待を寄せながら、 番組の放送を心待ちにしている。果たして、ナンバーアンダーライン愛の初出演がどのような感動をもたらすのか。そして、彼らがステージでどんな新たな一歩を踏み出すのか。楽しみに待ちたい。